中励ましてくれる人よ。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの皆さんこんにちは。シニアのための弾き語り講座、ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今回はですね、琉球沖縄のですね、先日出てきた曲ビギンドですね、作曲による涙そうそう涙ですね、涙がポロポロっていう溢れる感情、の様子をですね、言うそうですが、この曲に挑戦したいと思います。それではまた、歌詞とコード付きでですね、私の方が、1番を演奏して、それから曲の弾き方等について解説いたします。よろしくお願いします。まず涙そうそうのですね、キー、これビギン男性のですねビギンのキーですが、これはオリジナルは A です。で今回はですね、このオリジナルビギンのオリジナルキーの A で、チャレンジしたいと思います。コードを押さえやすくするためにですね、カポタストを2フレットにしてですね、演奏自体は G で演奏しますが、カポタストを2フレットにつけますので、キー自体は、プラス2でですね、A に、G で弾いても A になりますということでございます。よろしくお願いします。使用するコードはですね、まずは G ですね。それとイントロで使う C シャープのディミニッシュ、それと C、それと Am7 ですね。これもイントロで使います。それと Am、ですね、あと D、抜かしましたね、 D ですね。はい、あと C もやってなかったですね。D7、
それと G シャープのディミニッシュですね。それと D マイナーと C メジャーセブン、それと B マイナー、それと E7、 ということで全部で12種類ですね、12種類のギターのコードを使用いたします。右手の方はですね、今回は静かな曲ですので、アルペジオですね、アルペジオで挑戦したいと思います。1弦とですね、ベース音を同時に最初弾いて、それから3弦、2弦、3弦という、このワンサイクルでですね、弾くアルペジオでやりたいと思います。ですから最初、まあ、ですから最初 G ですから、6弦のですね、3フレット、それと、1弦のですね、3フレット、これを同時に弾きます。それから3弦を人差し指で、次2弦を中指で、でまた3弦を人差し指でですね、次は D は4弦の開放弦がですね、ベースですので、これも4弦と1弦最初に弾きます。3弦、2弦、3弦 C は5弦の3フレット、それと1弦の開放弦ですね、と3、あと3弦、2弦、3弦、まずイントロはちょっと短めに、しました。最初、まあこれは最初コードだけでですね、 G、 C シャープのディミニッシュ、 C、G、 G シャープのディミニッシュ、 Am7、 D7、そこに低いソですね、イントロで低いソと、まあ、中音のソですね、それと高いソ、ソファレドシ、これはプリングオフですね、中間のソですね。ソファ、ソファレドシ。であとはまあいろいろあるんですけど、このこれだけ
俺が一番なんかこの曲のイメージしてる、あのこれをあのやって、あとはあの結構あのコード進行がですね、あの激しいっていうか、結構こう1小節の中で、下手すると3回4回ぐらいですね変わるんですけど、まあなるべく曲のイメージを残したまま、あの細かいところはちょっと多少省いてあります。はい、弾きやすいようにですね、そういうことで、あとはもう先ほどのアルペジオですね。これ単音でやるとですね、あのこの G シャープのディミニッシュの感じとかが出ない、あんまり出ないんで、励ましてくれる人よ、こういう感じで、ここだけ、こういうとこはですね、こう一緒にあのこう単音でですけど、こういう人差し指とじゃね、すいません、中指と薬指でこういう感じでですね弾くように、したいと思います。はい、以上ですね。はい、あとは本当にまあゆったり、まあ沖縄のですね、歌ですので、ゆったり歌う方がいいと思います。それではあの1番から最後までですね、イントロから最後まで通しで歌いたいと思います。まあ、一緒にですね、弾いていただければと思います。よろしくお願いします。
そうそう。なだそうそうでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。